トカシキカツオのトカチャンネル、トカちゃんの週刊ボクシングニュース、前に話しましたね、マイク・タイソンと、ロイ・ジョーンズが、エキビジョンマッチをやると。エキビジョンマッチね、これがヘッドギアなしで小さいグローブでやろうとしたのを、WBC の会長が、危険だから、危険ですよね、50歳超えてますからね2人ともね、危険だからそのヘッドギアをつけて頭にかぶるやつね、16オンスというでかいグローブをはめてエキビジションマッチをやってくれと、まあ、体のことをね、2人の体のことを考えて言ってくれたんですよね。まあ、2人とも WBC では相当貢献してるでしょうから、そういう選手を大事にしたいということで、安全第一ということでやってほしいということですよね。ただ8ラウンドっていうのは、これを下げないと、これはこれで危険ですよね。50歳になって8ラウンドで殴り合うっていうのは相当危ないですよ。だからこれを、まあ4ラウンドぐらいにしてね。で、そしたらグローブももう少し小さくしてもいい。あ、いや、グローブじゃないし、ヘッドギアを外してもね、いいかなと。4ラウンドだったらね、いいと思いますけどね。その方が迫力あっていいんじゃないかな。8ラウンドって、これこの年齢になって8ラウンドきついですよ。したら例えばもうやるとしたら、もう6ラウンドぐらいからスローモーションになっちゃいますから、それよりはダメージもね、蓄積されるラウンドよりは短い3ラウンドとか4ラウンドでガチャンガチャンバーッとやってヘッドギアなしてガンガンやる方がいいんじゃないですかね。3ラウンドぐらいでいいんじゃないですか。3ラウンドで目いっぱいでしょ。50歳過ぎてますからね。そしたら迫力のあるボクシングが見れると思いますよね。 WBC 会長に提案しようかな。これぜひ見たいですね。注目のカードです。続いてのニュースです。このね、いろいろこの懲罰というかね、そういうので体重オーバーとか、いろんなことで失敗してる、元チャンピオンのネリ選手ね、もう日本でもだいぶイメージ悪いけど有名になりましたね。山中選手とね、やった選手、この選手が同じ同門の、ライアン・ガルシア選手、今ね注目株なんですよ。イケメンですごいね、強いということでね、まあ、日本の、井上チャンピオンみたいにね、人気がバー上がってきてるんですよ。この選手と同門でもう名トレーナーですよね、エディ・レイノソ選手、レイノソトレーナー、この人が2人を教えてるということで、2人がこうスパーリングやるんですよ。まあ、マスボクシングかな、見ましたけど、まあ、動きは両方ともいいですよね。やはり現役で国民用意ね、パッパッパーってこうスピーディーなこの動きがいいですよね。で、早くネリー選手もねまともに改心してですよ、ちゃんと試合をすれば、それは今までの過去の罪滅ぼしとして試合のね、ファイトマネーを、結構人気あるみたいだから、ファイトマネーもらったの半分ね寄付するとかなんかしなさいよっていうね。そうじゃないとあんまり強さ認めたくなくなってきますからね。そういう意味ではこれからまともにやって社会貢献できるようなチャンピオンになってほしいですよね。この2人の選手もね、これから注目してください。続いてのニュースです。ロマチェンコとテオフィモロペスがね、チャンピオン同士でこう対戦するという、すごいですね。ロマチェンコがまたこの名勝負をね、スーパーマッチをしてくれるということで、この総額が5億円、まあ今まではね相当何百億っていう金もありましたけども、まあコロナで今大変な時期にこのね5億円っていうのは結構な金額だと思いますよ。まあロマチェンコならまあね、もう本当はもっともっと取れますけども、まあ今の時代でこれでもいいカードじゃないですか。
ロマチェンコ対ロペス、で面白そうですねこれ。日本でもね戦ってる選手がいて、中谷選手ってね、あの井岡ジムの、ね、世界決定戦で挑戦者決定戦で、まあ、大接戦で負けたんですけども、この選手が今もチャンピオンですよ。そして、ね、ロマチェンコと超一流とやろうとしてるパウンド・フォー・パウンドって呼ばれてる中のロマチェンコですよ。それと対戦するんですから。ということはもしかしたら中谷選手が帰ってきてロペスとやったら勝ち目これあるって結構思ってる人が多いんですよ。もう私ももしかしたら次やったら勝てるんじゃないかっていう、経験不足だったところがあるんでね、経験を積んであと 2,3 戦してやればこれロペスに俺勝てるんじゃないかというぐらい中谷選手もいい選手ですから、これぜひ見たいですね。このロマチェンコに負けた後でも勝った後でもいいですから、ぜひ中谷選手もこのまたロペスと、ね、ロペスのために引退してるんですから、ロペスに勝ってまた感覚していきたいですね。絶対世界取れると思いますよ中谷選手。面白い選手です。おお、そしたらそうね、ロペスにね、ロペスに中谷選手が勝ったら、あのスーパーチャンピオンのロマチェンコと中谷選手がやる可能性もある。これすごいね、これ見たいですね。日本人がロマチェンコとやるなんてちょっと面白いですね。これ希望が湧いてきましたね。ロペスとね、どうしてもやりたいんだね、このロマチェンコというのは。自分のファイトマネーを少し削って相手に上げても対戦したいという。まあまあロマチェンコぐらいになると、もう普通のね世界一位だとか普通のランカーの選手とやっても面白みがないですからね。もうね、もう今までもあのスーパーチャンピオン同士とか団体のチャンピオンとかねやってますから、そういう意味では好カードを作っていくには、注目されたロマチェンコはいいカードを作るには、こういうお金を渡してでも俺と戦ってくれというね、そういうカード作りなんでしょうね。2500万相手に上げてですよ、試合を組むわけですから、すごいですね。まあロマチェンコに普通挑戦するだけでも大変なことですけども、ロマチェンコからお前やろうよ、まあ、相手はやりたくないかもしれないですね。ロマチェンコだったら勝てない可能性が高いですから。でもそれでも俺のファイト前にちょっと あんたにあげるから試合しようよと、スーパーチャンピオンになるとこれ相手選ぶのもね、これ大変ですよね。やってくれない可能性も高いしね、まあ、そういう意味ではロマチェンコを自分のね、懐を削って、好カードを作ってみんなに視聴者に喜んでもらおうということですよね。これ秋にはねいっぱいいい試合がね揃いますね。まあ、あの井上チャンピオンもね11月頃っていう話だし、10月17日にはこのロマチェンコロペスが対戦ということで、これはすごいね。もう秋がすごい楽しみですねこれね、秋がありませんね。じゃあ注目していきましょう。